読まさせていただきます。亀田幸永、高校3年の時、他に誰もやってないという理由で切り絵を始める。途中益子京都へ陶芸修行に行ったため、ブランクが生じたものの、トータル21年は確実に切り絵のキャリアはある。1999年東京切り絵美術展に初出品、以来11年連続出品し、2007年東京新聞から切り絵青葉賞をもらう。同年春、日本アンデパンダン展に出品したことがきっかけで、産経新聞の市場ギャラリーに24万円払って載せる羽目になる。その後、やはり24万円払ってユニベールデザール日本版にも載るが、こちらは翌年のトルコ、冬にフランスのブロアへの出品につながる。ただし、かなり物入りだった。その間、石川県輪島市の現代切り絵特別展に出品。期間中に能登半島地震が起きるが、作品は無事帰還。作品は非常に貴重な体験をする。2006年から地元小鹿野にて西秩父美術展、2008年から小鹿野十輪寺花祭り本堂美術展に出品。西秩父に切り絵を広めようと思案中、今年4月に埼玉県吉見、7月に群馬県関東と約4年ぶりの個展を開く。4月以来、少人数での切り絵教室も行い、切り絵の面白さを知ってもらうと同時に、切り絵の普及および将来グループ展ができるよう今から準備中。なお、教室でもらった受講料は米の備蓄に回る。今後も可能な限り出品出展の機会を増やし、切り絵を広める予定。切り絵が広まり、切り絵仲間が増えて、彼女ができれば言うことはない、という亀田幸永さんのトークでございます。よろしくお願いします。